You're listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。12月25日年内最後のアーティスト M です。ちょっと帽子がちゃんと入ってない田谷陽一郎です。バッキューン、メリークリスマス。マネージャーのフォンチです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリキュームです。はい。お、全員サンタです。はい、メリクリなんで後でプレゼントください。それではアーティスト応援部スタート。はい、カリキュームはですね、バタバタでーす、はい、座り位置がね、ちょっとバタついてましたが、はい、はい、今日のカリキュームの当番はお嬢とアミティとてんちゃんです。はい、こんばんは。カリキュームのお嬢とアミティとてんちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日ぶりっ子モードなの、てんちゃん。はい。ちょっとキャラ変、キャラ変をする。突然すぎる。キャラ変した時だけ数字が伸びるらしい。しょうがないでください。はい、今日はですね、ゲストさんなしの、はい、はい、アーティスト演舞ホストチームのみの生放送となります。いや、渋谷が異様に寒い。いや、本当に風がめっちゃ強かったです。めちゃくちゃ寒いですね。もうこれで移動してきたんで、めっちゃ寒いよね。お嬢はだって肩もないもんだ。ないです、ここは。足も出てるし、ね、足も出てるし。寒いよね。寒い。皆さんも寒い。寒くないです。寒くないの？私ポンチョなので寒くないです。お、一番だって中に何着てもいいのか。あ、はい、そうです。私中ちゃんとあったかい。あ、ほんとモコモコだ。防寒、はい、めちゃくちゃあったかいです。いいな。まあでも今日結構、あ、だから僕も今日、あ、なんかみんなサンタさんだったら、うん、なんかトナカイのなんか、うん、トナカイのなんかやろうかなと思っていろいろ回ったんですけど、はい、もう25日って売ってないのね。もうどこ見てもトラ。来年のトラのこういうのとかやっぱ今日が本番なんでね、みんな今日に向けて買い始めるんで、ね、なんかもうイブが終わったらもう終了みたいな。え、あれ、うん、ホーリーナイトは今日？昨日？え、今日？今日？今日だよね。25ってやっちゃうの。だって昨日はイブだもんね。イブ、うん、イブですね。うんうんうん。はい、だからみんなね、25日をもっと大切にしましょう。いや、もう今日終わった途端に多分街からクリスマスモード一気になくなる。いや、なくなってね。そうですね、年末年始モード。そう、明日からもう一気に正月に向けて。正月だ、早い。間違いない。早い。でね、この番組はね、週1回の放送なので、はい、来週がもう1月の元旦になっちゃうから、もう最後なんですよ。だから両方とも今日やらなきゃいけないんですよ。そうですね。そう、クリスマスも年末も忙しい。年明け一発目が8日になっちゃうんで、もう結構お正月モードも落ち着いたぐらいの時に、まるまる2週ね、ね、そうですよね。確かに。なんかいつもいい感じにアーティスト演舞が、明けおめもね、なんかこう年明けすぐ放送があったけど、そうですね、4日とか。今年はちょっと来年はね、そうか、8日だからもうちょっとお年玉っていう感じじゃなくなっちゃうね。だからお年玉企画はちょっとできないかな。いや、そこはまだ間に合う。それは残念だったな、来年は。いけるいける。いけます。誕生日月は基本的に1ヶ月受け付けてるんで、誕生日月、誕生日月ね、お正月もお正月月で1月中は受け付けてるんで、ね。本当ですか？ 1 月僕誕生日ですけど。そうなると1月は僕いつでも受け付けていいってことになります。誰そんなこと言ったの。ポンチェさん。
い、自分で自分の首絞めた。それではいきますか。はい、それでは最初のコーナーに参りましょう。はい、ん、たやさんです。帽子が、あの、ちょっと待って、帽子が、あの、ちゃんとはまってないんですよ。すごい浮いてる状態になってるんで。だって ここと、ここの幅がさ、ちょっとおかしなことになってるよね。はい、私のベストクリスマスヒットソング、イエーイ。はい、数あるクリスマスソングの中で私のベストヒットクリスマスソングを紹介していただこうと思います。はい、誰から紹介しますか、はい、誰から紹介しますか。私、これ結構みんな共感してくれるなみたいな。あ、じゃあ私、はい、じゃあ私はボアさんのメリクリです。あー、大好き。もうみんな知ってるでしょ、知ってる、この曲。はい、知らなかったらしいよ。え、嘘でしょ。え、ていちゃん本当に知らない。マジ言ってんの。いや、聞けばわかるのかもしれないですけど、多分曲名聞いてもちょっとあんまりわかんない。これは衝撃。メリクリだよ。てんちゃんはその期間どこにいたんだろう。本当ですよね。あれ同郷だよね。同郷です、同郷。いや、福島なんか、福島にボア行ってないんじゃないの。多分福島と郡山なんで。待ってさ、福島市の方が田舎なんですよ。待ってください。そうそう、ここで待ってきますか。福島の中でも戦いがあるのね。そうなんです、私は都会っ子なんで。県庁所在地なんで、こっちは。いや、それしかないから。このバトルはこのバトルで。多分メリクリが届いてないんですけど。届いてない、届いてないの。私結構この曲思い入れがあって、あの高校生の時に私、あの地元のボイトレスクールに通ってたんですよ。うん、その時の、レッスンでやってた課題曲で、あんな難しい曲を。そうです、あれをやってて、でなんかあのピアノバージョンみたいなのがあるんですけど、うん、それで発表会に出ました。弾き語りで？いや、弾き語りじゃないんですけど、そのボアさんのメリクリのもう本人がピアノバージョンみたいな出してるんですよ。ストリングスバージョンみたいな、そっちの音源を使って発表会に出ました。懐かしい。いいね。高校生の時歌ってた曲みたいなこと。そうです、そうです。なるほど。でもボアさんの曲は結構共感する人いるんじゃない。私もそもそも女性アーティストさんの中でボア一番好きなので。あ、そうなんですか。もうずっと言ってるんで、もうずっと大好きなんですけど、もう共感できる曲ばっかりです。いや、いいですよね、やっぱあのお茶買って分け合うところ。あ、そうね、いいよね。そう、あの歌詞がいい。分かってない。分かってないな。なんでだよ。いや、てんちゃんね、その役俺なんだよ、本当は。俺がその役じゃないといけないんだけどね。てんちゃんが知らないっていう。え、そう、てんちゃん知らないのか。はい、知らない。じゃあ続いて、誰いきますか。はい、てんちゃんから。てんちゃん、はい。とりあえず。まあまあ、てんちゃんから行きます。はい。はい。クリスマス？何それ？美味しいの？が、私のおすすめのクリスマスソングです。え、誰の曲？それ、てんちゃんが作ったの？違います。てん作詞作曲。違います、違います。どなたの曲ですか？クリスマス、もう一回言って。クリスマス？何それ、おいしいのっていうタイトルなんだ。はい、前山田健一さん、ヒャダインさんと、もちろんもちろん、その方が10年前くらいに作った曲で、はい、もしかしたら聞いたことあるのかもしれない、ね、もしかしたらあるかもしれないです、うん、YouTube で3000万回再生くらいされてる。ちなみに、こんだけ言ってますよ、僕も知ってます。あれですよね、女性の声をジンジンジングルベルみたいなのも。あ、そうです、そうです。であのジングルベルっていう童謡があるじゃないですか、うんうん、通過流れて。あ、違うか、俺が言ったの違うな。違うな。それのなんかちょっと替え歌バージョンみたいな、ポップなアレンジをした替え歌バージョンで、あのシングルヘルって歌ってるんですよ。シングルヘル、シングルヘル、シングルヘル、シングルオールウェイズって歌ってるんです。楽しくない、ちょっと。え、あの女の人の声をヒャダインさんがやってるやつだよね。あ、そうだと思います。はい、ヒャダインさんが言ったやつをボイスチェンジャーで女性の声にして、うん、PV だと女性が喋ってるんだけど、うんうん、声は本当はヒャダインさんがやってるっていう。はい、女性パートもやってらっしゃるっていう、大人の一人身の寂しいクリスマスを歌った。あ、そうなんだ。で、共感しかなくて。あーって何、あーって何、まあだよね。あーですよね。毎年聞いてます。
クリスマスに、うん、あそこはあんま深く突っ込まないでおくね。あ、うん、さて続いてじゃあ、はい、アミティ、はい、私は ももクロちゃんの、はい、サンタさん、うん、っていう曲なんですけど、うん、はいはいはい、知ってますか？うん、ピンときてはない。歌ってもいいんですか？あ、歌ってくれるの？聞きたい。あのサビがサンタサンタ待ってサンタサン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 タサンサンってずっと言ってる歌なんですけど、これはクリスマス曲の中で一番カロリーを消費する曲だと思うんです、クリスマスソングなのに、はい、まあ、私はその大学で声楽を学んでるので、あのやっぱ複式をよく使う曲を歌いたい、一曲でも多く、だから私はサンタさんをもうこの冬はもう10億回ぐらい歌いたい、そんなに、そんなにめっちゃカロリー消費するじゃん。はい、まあ3回ぐらいしか歌ってないんですけど無理やな、ね、でも本当にすごい消費するんですよ。でこれはその私のファンの方とかにこういう曲があるよって教えてもらってから、まあ、口ずさむようになって、なんか 歌い終わった後はなんかみたいな全力坂みたいになってるでも本当に可愛い曲なんですよ、はい、なんかクリスマスとお正月ナイスコンボみたいな歌詞もあって、うん、あのボアのメリクリと同じくらい共感できる。あ、すごいね共感できる本当に、はい、本当に本当にです。本当に本当にちょっとじゃ聞いてみよう、後で、はい、聞いてみてください。で、ポンチさんは？私はですね、はい、みんな知ってるよね、ワムさんのラストクリスマス。あ、ワムさん、はいはい、え、知らないの？え、嘘でしょ、本当に？マジで、え、知ってますよね、タレさん。いやいやいや、やめなさいよ絶対嘘ですよね。え、でも本当リアルに知らない？リアルに分からない。ワムさんがちょっと分からない。ワムさんって方が歌ってるラストクリスマスって知らない？聞いたら分かりますかね。絶対分かると思う。じゃあ、一フレーズ、一節、一節Last Christmas, I gave my heart. あ、知ってた、知ってた。でれれれって曲。知ってた。聞いたことあります。そうあります。それなんだけど、1980年代に発売された曲で、もう日本のアーティストさんもめちゃくちゃカバーしてる、やっぱりクリスマスといえばの代表格とも言える曲なんですけど、このワムさんのボーカルの、ジョージ・マイケルさんが実はもうお亡くなりになってるんですけど、お亡くなりになってる日が12月の25日っていう、曲のタイトル通り本当にラストクリスマスの日にお亡くなりになって。いや、まあ、怖い、いきなり怖い話になった。そうじゃないからこそ、なんかこの曲のために、うん、生きてこの曲のために亡くなったんじゃないかっていうぐらい、そう言われてるぐらいの本当にこう代表曲で、で、この曲があんなにいいテンポの曲なんですけど、実は失恋の曲なんですよ。振られ、彼女に振られて、うん、その彼女を今でも追っかけるすごい未練がましい曲で、追っかける、そう、あ、今だとちょっと今でもまだまだ彼女の子大好きな彼女の子のことを追いかけてる曲で、これ最後のクリスマスじゃなくて去年のクリスマスっていう意味なのね、和訳さん。そう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 、なんかあんなみんなすごい絶対知ってて歌ってる、しかもね、うん、クリスマスっていうみんなが寄り添ってあったかい時に、実はあれが失恋の曲だっていう、知らなかった。そう、なんかね、悲しい歌詞なんですけど、でもクリスマスソングって失恋ソング多いよね。まあ、うん、確かに。だってクリスマスキャロルとかもそうですね。あ、そうですね、確かに。あの、一人きりのメリークリスマス、で、クリスマス曲でいいですよね。なんかクリスマスを祝ってる側の人は、うんうんうん、多分恋人たちと祝ってる側の人たちは、はい、フェイって感じになってるからあの曲なんか何でもいいよみたいな。確かに。そう、だからしみじみこう一人でお酒飲んでる人が、うん、いい曲だって言って聴いてるってことだよね、うんうんうん、確かに。なるほど。私はもうラストクリスマスでめっちゃ悩んだんですけどね、マライア・キャリーの曲も好きだし、ビーズさんのいつかのメリークリスマスとか、白い恋人たちとか、なんか本当悩んだんですけど、なんか私が一番聴いてるクリスマスソングってなんだろうって今日調べたら、
ラストクリスマスだったんですよ。なるほど。そう、だからこれにしようと思って。なるほど。はい、わかりました。ちなみに田谷さんは？ちなみに僕はですね、今ちょっと出ましたけど、あの全く逆のですけど、あのマライア・キャリーのホワイトバスのクリスマス。いいですよね。まあね、なこの曲が好きとか嫌いとかではなくて、うんうん、もうこの曲が鳴ったらなんかクリスマスだなっていう感じですね。でもちろんそのさっき言ったみたいに結構失恋ソングが多いから、うん、しみじみとするものが多い中で、うんうん、やっぱあの最初ねドゥ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 、あ、もうあれだけで楽しい。わかる、テンション上がりますよね。私結構ジャスティン・ビーバーとのコラボレーションのパターンも好きですよ。あれもあれであの曲に男性の声が入るだけで全然また雰囲気変わるし、でもなんかあのラランダダーってコーラスをさすげえ分かりづらいとこ言っちゃったけど今一瞬どこのとこ歌ってんだろうと思いました。だけどやっぱねあの曲やっぱ結構そのポジティブになりたい日ではあるので、やっぱそのいろいろね結構こうなんだろう、イベントごととかで曲の選曲とか頼まれた時とか、うん、こう選んでいくとなんかしんみりした曲が多いなやっぱりって思う中で、うん、確かに、やっぱこのテンションの高くて、うん、あの曲が流れたらもうみんなこうノリノリになるみたいな。確かに、あのイントロ入った瞬間に、うん、あのドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンあれだけでもテンション上がるっていうね。いや、いいですね。いや、どの曲もいいですよね。いや、そうですね、いい曲ばっかり。てんちゃんはメリクリ聞いてみて、多分知ってると思うよ。と思います。おそらく聞いたらわかるかもしれないんですけど、うん、あんまりなんか幸せなクリスマスソングって私聞かないんですよね。悲しくなっちゃうから。悲しくないなんか。じゃあてんちゃんが、じゃあ後でちょっともう今時間ないので、うん、後でショールームでてんちゃんが思うメリクリを歌ってみて、うん、あ、多分メリクリだろうなこれがっていう聞きたい、聞きたい、聞きたいじゃん。即興さんってことだよね。アメリクリでみたいな。わかりました、じゃあ歌います。じゃあちょっとショールームの方でメリクリね。はい、というわけで、うんうんうん、はい、結構いろんな曲が出てきましたけど、はい、はい、うんうん、ここでじゃあ1曲、曲を、はい、ここで1曲を聴きください。ミッコボーカル、チセ作曲、マキリさん作詞で、あの雲の向こうへ。続ける雨の中でぼんやりと歩く街の中を生きる人は今日も変わらずに、いつまでも立ち止まったままなのはいや、赤くけれど大丈夫、私だっていつの日か Dreams come true。 あの雲の向こうへと手を伸ばそう、未熟なままの私も受け入れていこう、一歩ずつ前を向いて歩き出したなら、ほら虹がかかるんだ、あの頃右も左も突っ走ってた。だけれど今は雲の向こうに道しるべ、あの空の向こうへと手を伸ばそう、成長していく私を受け入れていこう、一歩ずつ着実に前を向いて、いつかは最高の自分を。カリニューブの部活動、イエーイ、イエーイ。はい、こちらのコーナーは部活応援ユニットカリニューブがたくさんのアーティストを応援するべく、テアキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。それでは早速部活の内容を発表していただきましょう。キャプテン、今週の部活動の内容は、はい、笑いのセンスを鍛えろクリスマス大喜利大会、イエーイ。はい、
で、一番新しい部員であるてんちゃんも、はい、なんともう1年を超えたということで、もうね、もう番組はもう大体慣れたかなと、こういうね、いろいろこう出て喋ることには慣れたんじゃないかなと思うんで、今後はですね、さらなるスキルアップを、今後もしね、こう新しい部員が入っていった時に、さすが先輩ですねって思ってもらえるように、こうスキルアップをしていくために、さらなるこう今後はね、いろいろな無茶振りをしていこうと思うわけなんですが、まず今回は大喜利ということで、これね、大喜利実はずっとやりたかったんですけど、いや絶対にカニ入部は面白くないじゃんっていう。ひどい悪口、ひどいよ。あの、いや、じゃあ僕というよりかはね、なんかスタッフ NG が出たというか。悔しいね、それはそれで。悔しい、挽回していこうぜ。だからね、あの今回はね、スタッフが怖くてできなかった企画、大喜利なんですけど、まあクリスマスに、まあここでこの企画をやって、うんうん、大いに滑っていただこうと。あえてそれクリスマスにやるのも、それはそれでハードル高いしね。さらに寒くなっちゃう。視聴者の皆さんはね、あくまでも成長過程の途中ですので、うんうんうん、温かく見守っていただければと思います。そうですね、ポンチーさんにもオファーを出したんですけど、ちょっとポンチーさんはちょっと NG ということで。そうですね、うちの事務所大喜利 NG なんで。あ、トップダウンでこう。ただちょっと大喜利 NG なんで。なんで今回はですね、ポンチーさんは審査員になっていただくということで、あ、面白かったら面白い。あー、なるほど、うん、面白い、うんうんでいきましょう。うん、あー、やだ、怖い。はい、では早速いきましょう。まず最初の大喜利です、はい、お題を言います。はい、トナカイがサンタに激怒しています、その理由は。トナカイがサンタに激怒しています、その理由は。おお、もう本来ね、あの、うん、サンタの方が上の立場ですからね。そうですよね。それをトナカイの方側から切れてるってことだから、まあ、相当何かをされない限りは、相当何かをサンタやっちまったら、ね、激怒しないですよね。これ回答権1回ですか。いや、そんなことないよ。1回ではないですけど、大喜利は何回でも、まあ、大体何回でも面白いのが入ってくればいいですよ、うんうん、いいですね、てんちゃん1個どころじゃないぞ、うん、私思いついたのはっていう、うん、いや、もう数打ち当たるかなっていう。ちなみに、まあ、あの、はい、お嬢は大喜利やってみたかったみたいです、うん、あ、じゃあもうこれは日頃から鍛えてるわけですね。もしかしたら、うん、鍛えてもないですよ、ね、まあ、やったことないんで、某番組を見ながらね、一緒にこうなんとかってやってるのかもしれないですね。いや、某番組すごいですからね、うんうん、日本にしますか。さあ、思いついた人からどうぞ。はい、どうでしょう、まだいかないかな。あ、どうしよう。はい、はい、じゃあアミティ一発目、アミティ、待ってください。トナカイがサンタに激怒しています、その理由は。ソリに乗っているサンタさんのヒゲの抜け毛がひどい。てか、その前に絵がひどくない？絵がひどい。これ、アップにできるのかな、これ、ね、これね、俺にはね、なんか、口からなんだろう、これ、これなんかさ、怖くない？めっちゃ怖いっすよ。エイリアンに見えるな。やばいやばいやばい。ねえ、ヒゲで攻撃してるじゃん。抜けちゃうんですよ。なんか、鬼太郎の髪の毛のあの攻撃みたいになってる。どうですか？すごいですよね。だから、あの、あ、どうですか、本日さん。うん。あ、うん。いいと思います。うん、いいと思います。どっちどっち？うん、いいと思う。どっち？いいと思う。まあまあ、汲み取っていただければと思います。すごいね、あの、サンタだから、それ乗ってる最中ってことでしょ。あ、そうです、そうです、プレゼント配ってる時、配ってる時でしょ。抜け毛がひどい、サンタさんは風をこう浴びてるはずなのに毛は…確かに毛は前に飛んでくる。それもわざとだね。はい、続いていきましょう。はい、あ、じゃあ、はい、トナカイがサンタに激怒しています、その理由は。荷物を配るルートがダーツで決まる。おー、うわー。もうダーツの旅みたいな感じ。ダーツの旅、次はこの家みたいな。なるほどね、走るの俺なのに、ね、効率的じゃないのか。そうそうそう、だからめっちゃ走らされる、トナカイが。確かにムカつくね。北海道の次に沖縄行って、沖縄の次に岩手とか。そうです、サンタは乗ってるだけだから、もうダーツで楽しんでるだけ。絶対に好きなんじゃん。なるほど、はい、さて、ポンチさんどうでしょう。いいお、いいよ。おいや、確かに激怒するわなって思って。イライラするなと思って。イライラする。じゃあ店長いきますか。はい、じゃあ店長いきます。トナカイがサンタに激怒しています、その理由は。はい、サンタが体重100キロ超えたタヤさんだった。おお、これタヤさんどうですか。
100キロ超えてないもんまだ。面白い動画だ。いやでもちょっと足り合うなって。そう、100キロ超えそうなだったらよかったかもしれない。あーなるほど。いやもう僕ちょっとね、あと5キロ切ってしまいましたね。いやもう100キロまで激怒されますよ。されますよ戦いに。でもあれ浮いてるからさ、あんまり体重ないんじゃないの。そんなことない、無重力的な感じなの。それ全部トナカイが背負ってる。あ、そうなの。そうなの。そうですよ、トナカイ。そうだそうだ、トナカイが大変なんです。トナカイは大変なのか。はい。いやちょっとじゃあ100キロ超えないように頑張んなきゃいけないです。トナカイのためにも。こっちさんどうでしょう。うん、いいと思う。私の立場何なんですか。確かに。はい、では2問目いきましょうかね。お願いします。はい、2問目いきます。届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。あ、届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。あ、これちょっと、これは難しいですね。ちょっとモンスターズインクっぽいですよね。うん、こう脅かしに行こうと思ったら起こして、うんうん、もう起きてた、うん、だ起きてたパターンも、うん、こう、うんって起きてたのか、もうもはや正座して待ってる。あ、もう待機してるみたいな。っていう可能性もあるし。あ、確かに。そう、さあサンタさんはどういう行動を取りますか。届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。もう誰もペンが走らない。誰もペンが走らない。これはまさかのお題チェンジか。やばい。やばいよ。これはスタッフが恐れていたことがね。そもそも書けないっていう。そもそも書けない。なんだろう。書けますか。3人とか本当にリタイアだったらお題変えますよ。なんかヒント。ヒント。クイズじゃないんだから。なんかヒント欲しい。だと届けに行った子供が部屋で起きてた、サンタさんはそこでどうにかごまかさなきゃいけないかもしれないね、うん、あーごまかそう。ごまかそう。これはね、収録だったらね、どうにかこれをね、うん、あのうまく、はい、おー、いった、てんちゃん。てんちゃん、じゃあいきます。届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。お父さんのふりをする。あー、まあベタな、ベタだね、確かにね。むしろ間違いないよ、むしろお父さんだからね。だいたいお父さんだからね。だいたいお父さんだからね。本物のサンタさんが来た時の話をしてます。あー、ふりをする。はい、お父さんだよ。お父さんじゃないじゃんって言われたら、うん、いや、サンタさんの格好してるじゃん、サンタさんでしょって。そう、サンタさんの格好したお父さんだよ。はい、ありがとうございました。はい、でもまあ確かにみたいな答えですよね。まあでもね、あの頑張って答えを出したことにはね、うん、ね、あの一番最初の答え出したのは努力じゃない、こあのあれだね、度胸症だね。度胸症、うん、はい、大事。さて、いけますか。はい、はい、じゃあお嬢、届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。サンタさんがもう自分の靴下を脱いで、そこにプレゼントを入れてドアノブにかけておく。もう直接渡さない。それ子供は見てるの。いや、あ、ドアの前で、もう、あ、サンタさんが、あ、この子起きてるなって、もう部屋の前で気づいたから、おうおう、とりあえずそれっぽく靴下の中に入れて。めちゃめちゃ真面目なことだよね。めちゃめちゃ真面目なこと。いや、このお題むずい。これもあれだよね、タヤさんがダメだよね。なんでさ、タヤさんがね、難しいんですよ、お題が。あ、本当に。そうですよ。じゃあもうちょっと次は簡単なのでしょうか、うん、はい、あ、でも雨っていける。はい、はい、届けに行った子供が部屋で起きていました、どうする。泣いて子供のふりをする。これ絵が、もうさ、絵を答えに逃げて、逃げちゃいました。なんかこれ、何これ、気持ち悪い。気持ち悪いな、これ。やだー。気持ち悪いな。怖いよ。一応これラジオ番組なんだけどな。うん、確かに絵で攻めてる。ちょっとこれお題が難しかった。いや、お題難しいです、これ。え、どれがいいかな、じゃあ。ポッチさん、これとかいけます。あ、じゃあ私出してもいいですか。はい、いいです。あ、ちょっとタヤさん、つないでください。はい、だからポンチさんにもうチョイスはしてあるんですけど、はい、ちょっと難しかったらしいので、はいはい、まあ、この中で何問ぐらいありますか。まあ10問ぐらい用意してあるんですけど、うん、まだあと何問かいけますか。あと2問ぐらい、最後はこれだな、いけるかな、2問ぐらいいけるかな。いや、でも大きい、あ、2問いけないな、はい、これ、はい、これ
これてんちゃんいけんじゃない、はい、いきます。絶対に嘘だ、クリぼっちの言い訳を考えてください。はい、得意でしょ。てんちゃんっぽい、てんちゃんっぽい。これ得意じゃん、てんちゃん。絶対に嘘だ、クリぼっちの言い訳を考えてください。言い訳を考える。そう、クリぼっちの言い訳を考えるの。もう絶対に嘘だと思う。あ、絶対に嘘。そう、うん、絶対に嘘だ。いや、これも絶対に嘘だわっていうクリぼっちの言い訳を考えてください。そうそうそう。てんちゃん得意でしょ。クリぼっちの言い訳を考える。うん。クリボッチ。天ちゃんは普通に言えばいいと思うよ、多分。あ、じゃあ例えば、あ、天ちゃん兄弟いたっけ？います。妹がいます。あ、妹でしょ？だ、妹がこう彼氏とクリスマス一緒に過ごすっていうのを知って、なんかあの、え、お姉ちゃん今年どうすんのって言われた時の。うん。絶対嘘って分かってんだけど。なんか言い訳がましい言い訳をすればいいんだよ。言い訳がましい言い訳がましい言い訳を言えばいい。今年はちょっとって。そうそう、なるほど。うん、これはちょっとてんちゃん得意なんじゃないかなと思ったんだけどな。毎年クリぼっち。逆にてんちゃんは通常がそれ。そっか、むしろクリぼっちが通常営業。うん、まあ、開いてるんで、もういや、いや、悟りをね、悟りを開いてるのでクリぼっちですけど、何かみたいな開き直っちゃってね。あ、そっか、言い訳しないか。待って、お嬢ができた。行きました。はい、行きたっぽいです。お願いします。はい、絶対に嘘だ、クリぼっちの言い訳を考えてください。いや、うちの守護霊が仏教徒なんで。あー、なるほどね。宗教に逃げる。確かに、ね、それはもう何も言えないわね。うちの守護霊が仏教徒なんで。そっか、そう、そう、ある意味ちょっとね、国際問題にもなっちゃうからね。そう、これは守らなきゃいけないんですよ。なるほど、なるほど。離れられないし、え、面白いし、これ何も言えないわ、これ言われたら。でも 逆もあるみたいですからね、うん、本当にあのキリスト教徒の方とかは、うんうん、お正月とか特に何もしないっていう話をしますから。おー、うまい言い訳ですね。やった、声がね、先に答えたもん勝ちみたいなのもありますよね。でもちょっと本当だよね、それ。守護霊見たことないけど、いる先生でも。あ、そっか、守護霊はちょっとある、ね。うん、そうそうそう。あ、行った、てんちゃん、はい、行った。いきます。じゃあてんちゃん行きますか、はい、絶対に嘘だ、クリぼっちの言い訳を考えてください。はい、うちのクリポはスカイダイビングなんで一人っす。どういうことですか。ごめん、どういうことついてこられないから、みんなレベルが高すぎて。あ、もうクリパーをほんとクリスマスパーティーとしてやるんじゃなくて、もうスカイダイビング。あ、はい、私は毎年スカイダイビングに行ってるっていうこと、うん、はい、クリスマスパーティーはスカイダイビングをするんです。え、答えない側ってこんな大変なんですか。こんな大変なんですか。大変よ、これをどうにか処理して。これはこれ大変ですね。ほうほうほう、なるほど。こういうね、こういうこと、今日こういう仰天な答えも出てくるからね。ほうほうほう、そう、これにパッと返せる。なるほどね。ちょっと逆にこっちもこっちで鍛えられますね。そうそうそう、ポッチーさんも心境でした。はい、あ、アミティが、こんな大変だと思わなかった。結局アミティ、あ、もう次で。あ、次で。はい、次で。はい、じゃあアミティお願いします。あ、これね、はい、絶対に嘘だ、クリぼっちの言い訳を考えてください。いや、なんか23日の23時59分まではいたんだけどね。でもなんか24日のなんか0時以降になんか同棲してる彼女がなんか俺の後にお風呂入って、なんか赤がすごくて嫌だって喧嘩になって、なんか家出てっちゃって、だからもう今はなんかいないかなみたいな感じだけど。あ、でもみたいなやつね、いるいる、絶対いる、そういう人。いそうだよね。あれね、彼女いるんですかとか、結婚してるんですかって時に、あ、今はしてないですとか、今はいないです、今この瞬間いないみたいな。そう、今はっていう、いないんだよね。いや、面白い。なるほどね、面白い、うん、確かに、絶対嘘じゃんっていう。ちょっと盛り上がったけど、ちょっとね、時間がもう厳しいです。あ、やばい。というわけで、うん、まあでもね、これは結構良かったんじゃないですか、うん、でもこういうのをね、今後ちょっと来年もね、やっていって、ハリニューブのみんながもう次、うん、なんつうの、来年のこの時にはもうバシバシ、うん、大爆笑を取って、いやでも大喜利だけで1時間回せるように。いやでもこれで大爆笑を取れたらだいぶすごいですよね。さあ、いろんなとこに行けますから。うん、頑張ります。これ鍛えられる、楽しかった。はい、というわけで今週の部活動はここまで。せーの、お疲れ入部。
はい、ここでカリニューブからのお知らせです。はい、私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援してみます。普段は赤と黒のパーカーを着ていますので、見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。お楽しみに。てんちゃんが歌うからね。メリクリをね。はい、ということで以上カリニューブのコーナーでした。例えば歌を歌いたい、例えば曲を作りたい、例えば楽器を演奏したい、でも自分なんてって、あなたの音楽を諦めていませんか？想像してみてください。ステージで拍手を浴びる自分を、自分の作った楽曲に涙する誰かを、バンドの中で躍動する音色を、そのすべてがあなたの人生のプラスアルファになる。きっかけはいつだってすぐそばに。今以上を音楽の力で。アルファエンタープライズ。はい、ということで名残惜しいですが、今年最後の放送もなんと半分を切りました。はい、ここで番組からのお知らせです。アーティストエンブレは番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、実践打線は問えません。応援したアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、はいはい、ここからは、みんなの2021年を振り返るのと、来年の抱負をちょっと聞いていきたいなと思っております。行きましょう、行きましょう、はい、残り時間で、うん、はい、でどこまで、はい、じゃあまずは誰から行きましょうか。はい、じゃあ私から行きます。お嬢から。私はもう今年1年かなり環境が変わって、うん、確かにいろいろ転身をしたので、もともとは YouTube だ、あ、ショールームだったけど YouTube になったりとか、うんうん、TikTok 始めて、なんか、うん、めちゃめちゃこうバズったので、とにかく、うんうん、それが印象に残ってて、でそこでこう結構ポンチセって名前でやってるんですけど、うん、そのポンチセがこう認知されたなみたいなっていうのがあったので、来年は認知を人気に変えたいなと思ってます。イエーイ。ポンチセあれだよ ね、 ポンチセね、よく番組でこれを言うとしたら、はい、ポンチセファンいない説になってるからね。そうなんですよ。ポンチセファンゼロ人説が今あるんで。そうなんですよ。かなりなんか全員にぎやかしっていう。そうなんですよ。全員にぎやかしっていう恐れがある。そうなんですよ。だから人気が欲しい。うん、来年は。いやでもね、はい、あのバズるってすごいことですからね。いやそうだよ、うん、なかなかバズるってこと、もう大炎上でしたけど。結構バズるってガチャみたいな感じがするんですけど、うん、いやなんか引いたものがなんかいいんだか悪いんだか。いやでも TikTok で本当に100万再生何、はい、ね、声を何本も出して、 YouTube のねショート動画とかでも、うん、はい、300万以上。すごい、300万回すってすごい。すごいよ。ありがたいですね。はい、そこからちょっと自分の人気にね、つなげたいです来年は。はい、ありがとうございます。はい、続いて、はい、お、てんちゃん。なんでてんちゃん、なんで分かったって感じで。はい、じゃあてんちゃんから。はい、私は、うん、あの去年はまあ大きく分類すると、うん、あの ASMR とコスプレっていうのに挑戦して、あの挑戦してたんですけど、ちょっとまだそのお嬢でいう認知っていうところまで行ってないので、うんうん、来年はもっとこういろんなところにこう手をこうなんか怖がらずにこう手を出して、なんかこう認知まで行きたい。ああ認知まで行きたい。バズりたいってことね。はい。店長だってまだ1年目だからね。でもそれからだよね。なんかこう自分にハマるものを見つけたいですね。はいはいはい。あとは痩せます。お、痩せます。よろしくお願いします。こんなね、公言されちゃった。あやさん、いや僕負けてらんないじゃないですか。あと5キロで100キロじゃないですよ。じゃあどっちの方が多く痩せれたでしょう。ちょっと待って。全然有利じゃない。有利じゃないですか。いや有利かどうかわかんないよ。だからその数字でちょっと勝負して。パーセンテージで決
パーセンテージ。いやいやいや、それはなんかちょっとね。じゃあやっぱ数字どうする、ダイエット企画やる。あ、でもやりたいです。それぐらい公開した方ができそうだよね。てんちゃんの体重を公開して。じゃないとね、毎週測る。やばいですね。やだよ、本当に。私も過去あったもん、無理やり体重公開させられた時。あったあった、トラウマだったもん。怖い、怖すぎる。トラウマだったもん。じゃあタラさん一緒にやりましょう。いや、いいけど、あれで、じゃあ負けた方どうする。やっぱ条件付きじゃないとね、企画としては。ちょっと考えましょうかね。これはね、ちょっと来年どこかので企画としてやりましょうよ、面白そう。というわけで、れんちゃんの抱負でした。とじゃあ続いてアムティ。私は2021年は、1月からジャンプをして始まったんですけど、なんかいい、もっとどんどん上に上がる年かと思っていたら、あのまさかの入院をするっていう。まあ、ね、ある意味この、このアーティスト M ファミリーの中で唯一のコロナ経験者ね。ちょっとメンバーのとか、本地さん、タヤキャプテンや、皆さんに本当にご迷惑をおかけして、私もまあ辛かったところもあったんですけど、でも本当にいろんな人に支えられて、今ここに入れてることが本当になんか幸せです。で、なんか今年は本当にいろんな人にお世話になったから、なんかその気持ちをその来年は皆さんに届けたいなって、恩返しをしたいなって思ってて、で、来年の目標は、バク転をしたいです。なんで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 。あのバーってきたから、アミティもバズるっていう方向に行くのかなと思ったら、まさかのバク転。バク転かなんかね、感謝の気持ちをなんかで表してくれるのかなと思ったら、なんかよくわかんないで、いや、よくわかんない深夜番組みたいになった。あ、バク転を、今年はバク転をしたい。あと、ボイスパーカッションをやりたい。これ言ってるやつじゃん。あと、TikTok で、腹話術で歌って踊ってみたで、やってるので、まあそこを頑張りつつ、やっぱりバク転をやりたいなと思います。感謝の気持ちを込めてね。バク転ね。本当にやる？バク転。はい、やりたいです。アクロバティックだな。ボイスパーカッションの方は、実はここでは言ってなかったんですけど、やり始めて。何しれつやってんの？プロの方に今、教えてもらって。何それ何それ。ガチやん。はい、知らなかったんだけど。あ、そうなんだ。はい、習い始めてるってこと。あ、そうです。マジで。でも、なんかトッとかやってんの。あ、やってます、やってます。なんかこの喉で、喉で。ちょっとさ、やってよ。え、今なんかできる人欲しい。できますよ。やってやって。うん、つかえ。ちょっと今まだ始めたばっかりなんで、ちょっとまだまだ、はい、それはちょっと2022年に公開したいの。へぇ、いやぁ、衝撃だよ。ミョン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 みたいなやつやってんじゃん、みたいな。へぇ、そうしようかった。ちゃんとプロの人つけてるんだ。はい。へぇ、本気だったんだね。本気でした。そもそも。はい、そうなんですよ。じゃあ、ボイスパーカッションをやりながら、腹話術で歌いながらバク転をするだって。忙しい一年になりそうで。え、じゃあ来年こそ、例えばだけどみっこさんボーカルの知性、作詞のアミボイスパーカッションみたいな曲できる。一曲じゃワンチャンあるかもしれない。ね、もしかしたらゴスペル大会参加するんだよね。じゃあお待ちしております。お願いします。仮に言えばハモネ部分みたいな。仮に言えばでハモネ部分みたいな。ハモネ部みたいなね。なるほど。面白い。いいね。ちょっとびっくりした。みんなの目標がそれぞれあって面白いですね。ポンチさんは？私はもう今年はそうですね、はい、もう東京 MER 一色だったんで。まあまあそうですね、うん、来年はそう一色どころじゃなくて二色三色ぐらいの作品に出たいなと思っておりまして、うんうん、まあちょっと決まってるものもあるんですけど、うん、ちょっと来年はね、ハリウッド。いやいや、ちょっとまだ早いかな。あ、まだ早いか。
でもちょっとまだ発表できてないものもあるんですけど、ちょっと YouTube の企画で来年ちょっと1個始めるものがありまして、まあそれちょっとまだ YouTube に逆にバク転始めてどうするんですか。ボイパー、ボイパーさん、ボイパーもやんないわ興味ないわなんでちょっとそれもちょっと死ぬ気で頑張んなきゃいけないものの一つな、ちょっと多分近々発表されると思うんですけど、楽しみ。いや本当にだからそれがもしかしたらハリウッドに繋がる可能性もなくはないかもしれないんで、それがそれがそれをやるのはそこに繋がる一個の道でもあるんで、あ、じゃあちょっとね、あながち間違いじゃない、うん、いやそうですね。いやでも行けたらいいなと思ってまして、スーさんにはあのマネージャーには、うん、ちょっとそれは死ぬ気で頑張って本当つながるかもしれないからって言われてるんで、そうなんですよ。それはね、まあお仕事ではいろいろ頑張ろうかなと思ってまして、まあ目標も立ててるんですけど、なるほど、まあ、あと個人的にはちょっとプライベートとかではちょっと肌年齢20歳目指そうと思って、うんうんうん、20歳、そう20歳目指そうと思って本当にちょっと近々肌年齢は測りに行こうと思ってるんで、そういう内面からねもっと若々しく行こうと思って、やっぱみんなで、うん、と一緒にやってると、うん、私結構老けてんなって思うことが結構多くて、この番組で そんなことないですいやそのフォローもなんかなちょっとありがとう、なんかごめんね、やり忘れちゃってごめんね、なんかそういうちっちゃいことからね、なんかやっていこうと思います。なるほどね。たやさんは、はい、僕はですね、まあ多分この番組を見てる聞いてくださってる方は、うん、まあ日頃何やってるのかよく分かってないと思うんですけどまああの基本的には僕はあのここで表舞台でおしゃべりながら、いろんなアーティストの、サポートとかをやっておりまして、うん、結構今年はまあ忙しかったかな、うんうん、忙しくて、うん、結構そのまあ表だったこういった活動ではない方では結構充実した1年を送らせていただいたんですけど、まあ僕の目標はあの基本的には僕に関わる人が全員こうね、ハッピーになってくれるっていうのが、まあ、一番の目標なんで、まあハリニューブのメンバーもそうですし、ポンジーさんもそうですし、だからどん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 こう売れて盛り上がってくれるのが、いや売れたいね、いいなと思ってます。売れたい、売れたい。基本的に僕はめちゃめちゃ運がいいけれども、僕自身は売れなかったっていうのでそんな悲しいこと言わないでください。なんで突然最後に、はい、でも僕に関わった人は結構人気が出てる人多いよっていうことを言いながら、そう、周りに運を使ってね、自分はちょっとすっからかんになってしまってるっていう、ね、持ってください。まあまあでもそれでもそれもね、僕はもともと芸能の道に進むきっかけがプロデューサーになりたいっていうのが夢があったんですけど、当時はやっぱこうミュージシャンで有名になった小室哲哉さんだったりとか朝倉大輔さんだったりとかがプロデューサーをやられてたので、あ、なんかバンドやらないとプロデューサーってなれないんだと思ってバンド始めたところがあったんですけど、だから今はものすごい自分は逆に楽しいというか、ちょっとプロデューサー的立ち位置じゃ、そうですね、まあまあプロデューサーとこまではいってないですけど、そういうなんかこうみんなの、あのいろんな人がこうやる、うん、あの企画とかを練ったりとかするのが好きなので、っていう感じなんですよね、うんうん、まあだから表舞台に出なくていいやっていうことで、だいぶ太ってしまったのでちょっと気の緩みだ。ただちょっと最近ちょっとかなり支障が出てきてるんですよ、もうなんか動きたくないとか出てきちゃったので、やばいやばいやばい、ちょっと本気でちょっと痩せようと思ってます。本当に今自己最高記録だんなんで、あの半分とは言わないですけど、やっぱ現役の時よりかは、あの倍近くやばい増えてしまってるので、痩せてください、はい、そうですよちょっとさっきの大喜利じゃないですけど、はい、大喜利もしかり、はい、ダイエット企画もしかり、うん、ちょっと来年この番組でやりたいこととかも結構いっぱい増えてきたんで、うん、そうですね、ちょっとそういうのもね、リニューアルまではいかないですけど、そうです、リニューアルっぽいこともできたらいいなと、そうですね、はい、思ってるんでね、もう7年目になりますからね長いだいぶ長いです。僕も来月で40になりますからね。みんな年を重ねていくんでね。はい、だから来年のね、アーティストウェブにもぜひ期待していただきたいなと思います。はい。はい、はい、ということで話はつきませんが、年内の放送最後になります。はい、お疲れ様です。はい。なんですけどね、はい、また来年もね、はい、この番組で皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っております。はい、なので来年も応援よろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、メリークリスマス。